いどうも、ブラックパンダです。今回はこちらです、パイオニアのブルーレイレコーダーですね、型番は BDP-3130-K ですね。こちらジャンクで購入してきました。ジャンク理由はこの DVD のトレイが開かないとのことです。では早速、動作ね確認していきたいと思います。電源は多分正常に入るはずなんですが、あ、つきましたね。これはレディですね。一応これで準備 OK みたいです。ではイジェクトボタン押します。オープン。もう一回押しますね。中でモーター音は鳴ってますけど、トレイが開いてこないですね。一応まあジャンクの説明通りトレイは開かないので、分解して中を見ていきたいと思います。モーターの回転に合わせて多分ゴムベルトかなんかが動くのかな。それが切れてたりすると開かないことがあるので、まあモーターの回転音みたいなやつは聞こえてたんで、多分その辺が原因じゃないかなとは思うんですけれども、この後ろをネジ3本ですね、これで取れるはず。よし、この辺電源基板の方はね 100V が流れてたので、コンデンサとかにね電気が残ってると感電してしまうので、この辺触るときはねもう十分注意してやっていかないといけませんね。では一度この状態で動作を確認してみたいと思います。ではイジェクトボタン押しますね。あ、出てきた。何や今のは。なるほど。ここをねちょっと見といてくださいね。イジェクトボタン押します。押すとちょっと中にへっこんだの分かりますかね。でここをなんていうんですかね、この磁石か、これ磁石で押さえられてると思うんですけど、この磁石で引っ張られてこのトレイがね、この動きが妨げられてるような感じなんですよね。だからこのこいつですね、こいつがその磁石で持っていかれないようにこうちょっと浮かせた状態でイジェクトボタンを押すと、よし、こうやって出てくるんですよね。磁石が強すぎて出てこないっていうパターンですね。そんなことあるんですね。なるほど。どうしようかな。はい、ということでこの、パイオニアの型番で調べるとですね、先人の方が同じような全く同じ症状の修理をしてる記事を見つけましてですね、その方はこのディスクをね、この上から押さえるやつ、これとりあえず外しましょうか。ここに、爪が4箇所あるんでこれを外します。よし、取れた。はい、これですね。これがね磁石入っていて、この下のこの回転する部分ですね、こことこれでこのディスクを磁石でこう何ていうんですか、動かないように押さえるっていうやつなんですけど、ずっとね放置しておくとこの磁石が何ていうんですか、逆に強力になってこことここがもう剥がれなくなって、このトレイが出ないっていうことみたいです。なので僕が調べたその先人の方の記事によると、ここにですねパンチ穴補強パッチっていうシール、100均で売ってるらしいんですけど、
紙にパンチで穴開けて、まあ、そこをなんていうか紐とか通すときにちぎれないように補強するシール、こんな丸っこいやつ、それを紙のやつと透明のやつ2枚重ねて貼り付けると、症状がね治るとのことなので、ただねちょっと今そのシール持ってないんですよね。なので、まあ、ある程度厚みがあればいけると思うので、まあ、適当にこのカプトンテープでもね貼って症状が収まるかどうかやっていこうと思います。よし、まあだいぶ汚いですけどね、まあ、とりあえずこれで試してみたいと思います。では戻していきます。では電源入れて動作確認します。イジェクトボタン押します。来い、たか一緒やなあ、いけるようになった。1回目はダメでしたけど、何回か、あーやったらいけるな、いけるいける。あーいけそうですね。 DVD がちゃんと入るのかどうかだけ試しておきたいと思います。入れるのはねこのコマンド、よし、あーいけそう、おーいけるいけるいける、あーオッケーオッケー。トレイの動きはねこれで良くなったので、蓋閉めてですねちゃんと再生されるかどうかチェックしていきたいと思います。はい、ということで今ブルーレイこのコマンドですね再生してきました。ちゃんと映ってましたね、再生することはできました。ただですね、これ、ま、ジャンクで買ったんでリモコンがついてなかったんですよね。ここ、再生と停止ボタンしかないので早送りもできないし、でこれ僕ね吹き替え屋良優作さんバージョンが収録されてて、まあ、僕吹き替え、まあ洋画をあんまり吹き替えで見ることはないんですけど、1980年代の映画、まあ、あの辺の映画ですねの、吹き替えはねすごく好きなんですよ。で特にねこのコマンドの、この屋良優作さん、ベネット役の青野さん、青野武さんのね、まあ、すごい声とか演技がすごい好きで、であとなんていうんですかね、そのこの世代のなんていうんですか独特な翻訳というかっていうのもね僕もう大好き、もう昔からドハマりしてたんで、まあ久々にねちょっと見たくなってこれを買ったんですけど、リモコンがないのでそのメインメニューに入れなくてですね、なんと吹き替えを聞けないということにねなってますが、まあとりあえずこいつのね動作はちゃんとしてましたね。はい、まあやっぱりでも今回カプトンテープでね適当に止めたんですけど、まああれでもねまあ一応動くんは動きますけど、やっぱりその他のね方がやってた通りにパンチ穴をこう補強するシールですね、まああれを2枚貼り付けた方がねやっぱり後の動きはねやっぱりスムーズかなとは思います。やっぱりその若干ずれてね、そのテープ貼ったところがちょっとこうカサカサ中で動いてるような感じがあったので、まあダイソーに売ってるみたいなので後ほどね、まあ後々入れ替えてね、また こいつは自分の部屋で使っていこうかなと思います。ただリモコンがね、まあ、ないんで、まあそれをどうしようかなっていうところはありますけれども、まあとりあえずはねトレイちゃんと開閉するようになったということで、よしとしましょう。はい、ということで今回のジャンクは以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。